換気筒エンジン、シングルと言われる一気筒のエンジンのオートバイの魅力について話したいと思います。まあね、単気筒っていうとちょっと非力なイメージとか、まあ、なんだろう、パワーがないとかっていう、まあ、割とネガティブなイメージの方が強いかもしれません。で、自分もね、昔はそういうイメージ持ってました。やっぱりね、気筒数が多い方がなんかパワーがある感じもしますし、まあ、回転もね、回していくほどにやっぱりスムースになるのは1気筒よりもね、2気筒、2気筒よりも3気筒、3気筒よりも4気筒っていうのは実際あると思うので、あんまりね、単気筒バイクって若い頃特にあんまり興味はなかったんですね。ただ、まあ、この年になって、まあ、単気筒の良さがね、じわじわっとね来るようになったんですよね。で、まあ興味を持って単気筒に乗ってみたら、あれ、楽しいじゃん単気筒って思ったので、ちょっと今回まとめてみました。今回は5台ですね。まずはスズキのジクサー250、それからホンダの GB350、 それから、ヤマハの SR400 SR400 ね、有名ですもんね。もうずっとロングセラーの単気筒バイクですね。それから、ハスクバーナのビットブレン701、これはね、大型です。大型のビッグシングルになります。それで最後にヤマハのセロになります。セロもね、すごく長く愛されるバイクですよね。まあちょっとね、もう生産終了になってしまいましたけど、まあ、最近の話題ではね、やっぱり GB350 の話題で盛り上がりましたよね。それでもう生産も追いつかないんで、こう買おうと思ってもね、なかなかこう待ち時間が半年とか1年とか言われてる大人気車種になってますよね。やっぱりね、自分のようなおじさんたちがもしかしたら単気筒に目覚めてしまったせいがあるのかなっていう気もしますし、まあ、若い人もね、最近そういうスピードとかパワーよりも、まあ、おしゃれなオートバイを選ぶ傾向が我々の若い頃よりも強くなってると思うんで、そういう意味ですごく手の出しやすい、まあ、価格帯とかデザインとかっていう部分があったのかもしれません。単気筒の魅力っていうのはやっぱりとことこ走る感覚だと思うんですよね。まあ、あの高回転型の単気筒もあるので、とことこじゃないものももちろんありますけど、まあ、例えば今回出てくるビットビレンの701っていうのはかなり高回転型で、まあ速いんですよ。シングルとはちょっと思えないぐらいの速さ、加速がありました。でもね、やっぱり回さなければやっぱりとことこ感は出るので、うん、やっぱりこのね、とことこした感覚っていうのが一番の単気筒バイクの魅力じゃないかなと思います。ジクサー250から説明をしていくんですけども、もうジクサーのね250は本当乗りやすいですね。すごく街乗りには本当最適じゃないかなっていうぐらい、まず軽いです。そう、単気筒バイクの魅力ってやっぱ軽さもありますよね。ほんと軽い、なんだろう、大げさに言っちゃうとこう自転車感覚で乗れちゃうっていうのかな、そういう感じがします。このジクサー250も割とそういう感じで乗れるオートバイです。でも高速道路もね、すごくね無理なく走れました。ちょっとね、単気筒にしては、あ、こんな単気筒でも走るんだ、高速も大丈夫なんだっていう風に思いました。まあ、もちろん高回転比からの加速はねちょっとしないですけど、でも普通に走ってる分には、法定速度内で走る分にはそんなに苦がない。まあ、もちろんもっと加速してくれた方が楽ではあるけれども、でも苦なく走れるんだなと思いました。すごく使いやすいですね、ジクサーってね。ちょっとびっくりしました。やっぱりこれね、コストパフォーマンス的にもいいんじゃないかなと思います。で、街乗りも行けますし、もちろん
でこうやって高速にね乗った時でもそんな苦がないので、これなかなかいいですよ普段。で低速中速のパンチ力も結構あるんだな。結構ねスイッと出てくれるから小気味よく走れるんですよ。そこでやっぱりこうねぬるぬるぬるっていう加速だとちょっとねもたもたしちゃう感じがして、ちょっとなんて言うんだろうな、まあ、飽きちゃうっていうかそういう感覚あると思うんですけど、結構ねキビキビ走るんですごく楽しいオートバイです。で次はその大人気の GB350 ですね。これはね面白かったですね。すごくやっぱり一応単気筒でも最新のバイクじゃないですか。なんでやっぱりね味付けなんかがしっかりしてるんですよ。例えば音もねすごくいいです。小気味いい音もするし、それから鼓動感、これもね味付けしてあると思うんですけどね、すごいねドット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 っていうのがね気持ちいいんですよ。これがアクセルを開けていきながらそれがね連動してトトトトトトトって感じると、なんか本当にオートバイに乗ってるなっていうね満足感もあるんですよ。で全然速く走ろうと思わないです、このオートバイだと。本当ねゆっくりが楽しいなっていう感じがします。さっきのねジクサーは結構速くも走れちゃうし速く走ろうっていう気にはなるんですけど、このね GB350 はあんまりね速く走ろうっていう気持ちにならないですね。あとはこのスタイリングもねすごくネオレトロっていうんですか、レトロ感がすごくあって、今の若者ねこういうバイク大好きじゃないですか。まあおじさんたちももちろん好きなんですけど、その辺のなんていうのかな、うまいところついてきますよねやっぱりね。ホンダってすごくそういうデザインも卒がない、もう全然卒がない。で振動問題があるんですよ本来単気筒っていうのは。やっぱり回していくほどに振動がすごく不快になってくることが多いんですけど、やっぱりね最新バイクらしくこの GB350 は振動はあるんですよ。あるんだけど伝わらないようにうまく抑え込んでます。まあバランサーがついてるのかちょっとゴムみたいなものをついて使ってるのか分かんないですけど、振動があるのに不快なものはライダーにあまり伝えないっていう風になってます。そこがそつない。でもちろん高速道路ね全然苦がないです。まあ、もちろんやっぱり加速はね物足りないとこはありますよ。だけど全然苦はないです。全然高速道路に乗って行く移動ツーリングは及第点だと思います。でもちろんねゆっくりね走りたくなっちゃうんですよこれ。そんなね80キロも出せば十分かなっていう感覚で乗れちゃうんで、まあ高速道路もねそうだな、速く走りたいんだったらジクサーの方が速さ感じるかもしれないし、早く乗りたくなるかもしれないですね。で次は今度大型です。大型の単気筒バイク、ハスクバーナのビットビレン701です。これは 700cc ぐらいあるビッグシングルなんですけど、これはねもうゆっくりとことこじゃないです。もうねすっごく速いです。もう軽さはね大型バイクとは思えない、150ちょっとぐらいかな。でほんと軽快だし、もうねストハイですね、これは完璧に。驚くほどの加速をしていきますよ。単気筒バイクとは思えないぐらいめちゃめちゃ速いです。で軽いんで本当に軽快に行けるし、これはねもうね単気筒だから高速がダメだとかってこと全然ない。高速道路でも素晴らしい加速をしていきます。で本当高回転型なんでスピードはすごく出るし、なんだろう本当にねシングル単気筒に乗ってるっていう感覚が多分忘れちゃって、逆に昔のツーストの 250cc みたいな加速をしていくんですよ。かなり速度も出ます。びっくりするぐらい出ますよ。だからなんだろう本当スポーツバイクですね。なんていうのかな、下手な多気筒エンジンよりもものすごくじゃじゃ馬感があるし、かなり速いですよね。レスポンスも単気筒なんでいいんですよね。ガツッと開けるとドーンと出てくれる。でただねこれ多分改良されてるんだと思うんですけど、6000回転から下は割とマイルドな味付けになってるので、街乗りは非常に楽ですし、
でやっぱり短期投らしいそのとことこ感っていうのも持ってます、ね、でまあそうだな、ゆっくり走る分にはゆっくり走れるし、で速く走りたい時は6000回転以上使うとめちゃめちゃ速いですよ。もう暴れん坊ですよ、すごく。そこがねいいところですね。でただね、高回転でそれだけ加速していくタイプなんで、他の単気筒エンジンよりはもしかしたら回してしまうと燃費は悪いかもしれないですね。ちょっと普段燃費測って走ってないんで、実質的な数字のね、部分は言えないんですけど、なんかそんな感じはしました。本来ならね、単気筒バイクであれば燃費すごくいいんですけどね。だけどこれに限っては例外かもしれないし、6000回転以下で走ってる分には燃費はいいかもしれないです。でコーナリングもすごく面白いです。まあね、よく曲がりますよ。面白く本当楽しめるスポーツバイクだと思います。すごくデザインもかっこいいですよね。本当かっこいいんですよ。でまあ短気筒だからツーリング高速道路ちょっと厳しいんじゃないのって思ってた人はもう全然そんなことないです。高速道路全然余裕で行けます。楽々行けます。なんでそういうイメージ持ってる人はぜひ乗ってみてください。全く問題ないですよ。高速道路使ってワインディング行ったりしたらもう最高なバイクですよ。まあ、ただちょっとねディーラーさんが少ないんで、まあ、見つけるのは大変かもしれないし、もうこの701自体は日本に入ってこないみたいなんで、まあ、欲しい方はね早めに押さえておいた方がいいとは思います。で次は SR400 ですね。もうずっと売れてますよね。ロングセラーの、まあ、なんて言うんだろう、大人気バイク、大人気バイクって言っていいのかな、ちょっとわかんないですけど、もうレトロのね、本当これはもうクラシックバイクですよね。別にこう最近作ったものじゃなくて、まあ、基本設計はずっと40数年一緒なのかな、まあ、改良はもちろんされてきてるんでしょうけど、まあ、未だにね根強い人気がありますよね。まあ、やっぱりこのヤマハさんのこのデザイン、まあ、秀逸ですよね。本当綺麗なバイクって感じです。本当なんかなんていうの、かっこいいとかっていう部分もあるかもしれないけど、なんか美しいバイクっていう感じですかね。ただまあちょっと乗り味はねやっぱり最近のバイクとは全然違うし、やっぱり古いという風に感じる部分はどうしても出てきちゃうんですけど、まあ、ゆっくり走る分にはきっと楽しいし、これはやっぱりオーナーさんになってみないとなかなかその深いところの味わいっていうのは感じられないのかなとは思いました。まあ、ちょっとねレンタルで乗ってみたぐらいだと良さがわからないのかもしれません。正直自分の中ではあまり評価は高くなかったし、まあ、もうちょっとね評価がいいのかなっていうふうに期待はして乗ったんですけど、やっぱりねオーナーさんになってからですね、きっとね分かるのはね、そういう深い味わいのあるオートバイだし、未だにねもうほんと生産終了になっちゃいましたけど人気があるっていうのは何かそういうね理由があるんだと思います。ほんとね乗りやすいですよ。どこをこうなんかちょっとしたオフロードっぽいところでも気楽に入っていけます。でどこでもね行ける感じがするんですよね、このオートバイだと。でシートもねこう長いんで荷物もしっかり積めるし、まあ長い旅のお供にはいいかもしれないですよね。なんかそのキックスタートっていうのもなんとなくこのバイクの個性で、逆にそれがかっこいいのかなっていう感じはしますね。最後はセローですね。セローがねすごくいい、ものすごく良かったですね。正直このオートバイも、まあ、相当人気ですよね。ずっと人気で、まあ、これもファイナルエディション出ちゃってもうないですけど、生産終了ですけど、本当なんで人気あるのかなってずっと疑問だったんですけど、いや人気あるのが分かりました。すごくいい、あのねもなんていうかな、本当気軽に乗れるんですよ。ちょっとどっか行こうって言った時にすぐさっと乗ってすっとどこでも行ける感覚がいいのと、あとこのトコトコ感と、このすごくサスが柔らかいんですけど、そのトコトコ感とサスの柔らかい感じのそのね乗り味がねたまらなくいいんですよ。
で、このセローも本当全然速く走ろうと思わないです。全然ゆっくりで楽しい、もう十分満足しちゃう。逆に速く走ろうってあんまりね思えないんだよな。ゆっくりが楽しいんだよな。それでいてコーナリングも実は楽しくって、このサスが柔らかいおかげで普通のコーナーを曲がる速度が全然高くない、普通のコーナーでもサスが沈みながら曲がっていく感覚がすごく操ってる感もあるし、なんかオートバイとね、なんていうのかな、つながった感じでなんか楽しく曲がれるんですよ。オートバイも曲がってるし自分も一緒に曲がってる感覚っていうのかな、すごくするっていうのかな、なかなか表現難しいんですけど、とにかく楽しい。なんだこれはと思いました、ね、でもちろんオフロードも全然気軽に行けるし、この道もしかして行って行き止まりだったらどうしようっていう道でも行ってすぐに戻ってこれちゃう、もうそういう気軽な気持ちになれちゃうオートバイなんですよ。だからどこでも入っていけちゃう感じ、ほんとね自転車の感覚にも似てるけど、それ以上かな、それ以上でもうアクセル開ければ強いパワーでドンと出てきてくれるから、ドンっていうのはそのあれですよ、その岩とかもしあった時に多分乗り越えてくれるなとか、そういう意味のねドンで、加速のドン付きのドンじゃないんですけど、もうねほんとねこのバイクだったらどこでも旅に行けるなっていう、そういう感覚にしてくれるオートバイですね。非常にね楽しいですよこのセロ。あ、ちょっとね長くなっちゃったな、長くなっちゃったからまとめようかな。もうな、短気筒バイクの魅力って本当軽さだと思うんですね。やっぱり軽さは正義じゃないですけど、やっぱ軽いバイクっていうのは気兼ねなく乗ることもできるし、軽いがゆえにパワーが少なくても軽快に走れちゃうんですよね。それとやっぱり短気筒の魅力って鼓動感にあるかなとは思います。まあトコトコした感覚もあったり、まあ逆に今度ビリビリっとした振動があったりする場合もあるんですけども、まあその辺はなんかいろいろカスタムしながら改善はしていけるみたいなので、そういう意味では気軽に乗れる本当にオートバイらしいオートバイっていうのかな、なんか原点に帰ったような、その二輪で走る原動内燃機関がついた二輪の乗り物っていう、なんかそういう原点に帰った楽しさっていうのはなんかありますね。なんかある意味ねワクワクするんですよね。なんだろう、ゆっくり走ってるのにワクワクするっていうのはやっぱり短気筒の魅力かなって思いました。ほんとね、まあ、セロにせよ GB350 にせよ、なんか速く走ろうっていう気にならないんだけど、本当に楽しく乗れちゃうんですよね。やっぱりそのアクセルのオンオフ、単純にそれだけで楽しめるオートバイっていうのがやっぱりこの短気筒エンジンの魅力だし、オートバイの原点だと思うんですよね。アクセルを開けたらスピードが出る、アクセルを開けたらエンジンの鼓動感が強まる、ね、体に伝わってくる振動が強まるっていうのが、なんかこの生き物感っていうのがすごくある気がします。やっぱり単純な構造っていうのが一番五感に伝わりやすいんですかね。なんかこう、まあ4気筒とかももちろんいいんですけど、4気筒は4気筒なりのもちろん予算もあるし、2気筒ももちろん2気筒なり、3気筒も3気筒なりあるんですけど、短気筒の魅力ってやっぱりね味わい深さじゃないかなと思いました。本当ね旅にはねいいし、もちろん街乗りもいいですよ、すごくいいんだけど、ゆっくり旅をしたくなるオートバイ、それが短気筒の魅力かなっていう感じはしました。まあビットビレみたいにね高回転型のガンガン行く短気筒ももちろんあるんだけど、それはそれでね新しい武器を得た、ストファイっていう感覚で乗れるんで、これでね、大きなオートバイをこうなんていうのかな、かもれるっていうか、もうあんまりそういうことは言っちゃいけないのかないけないんだけど、まあ峠をね楽しむにもいいバイクですよ。それだけね今現代のまあ技術力っていうのがあるんでしょうね。短気筒でも高回転回すこともできるし、やっぱり負けないそういう魅力、逆に言うと軽さプラスパワーってなるとなかなかね
すごいスピード感、加速感で面白いんですよ。なので、まあ皆さんもね、ちょっとね、早いタイプの、まあ、シングル短気筒もあるし、まあゆっくりね、とことこ走る短気筒もあるんで、ぜひぜひね、短気筒だからっていうイメージをちょっと払拭してもらって乗ってみてください。本当ね、楽しいんですよ。